まあ、ネタを見て、うん、カニに見えてきたんじゃない？いつまでカニカマカニだって信じてた？子供の頃はカニだと思ってた。全然カニだと思ってたよ。こんにちは、暇食堂店主の牧田ひまると店員の秋山蓮太郎です。みんなのリクエストに応えてレシピを紹介するひまめし動画、イエイ。本日は一人暮らしで金欠、低価格でがっつりお腹いっぱい食べられるレシピないですかというリクエストにお答えします。牛さん、リクエストありがとう。ありがとうございます。うん、初めての一人暮らしは大変じゃからの。誰出てきたの？一人暮らしじいさん。家賃も払わないといけんし、これもあったわ。あれも払わなきゃいけない。食べれねえじゃん。まあ、しかもほら ね、趣味にお金回したいとかさ、そういうのもありますから大変だよ ね。でも大丈夫。そんなあなたにぴったりなレシピをご用意しました。なんだなんだ。確かに満足。カニカマチャー。カニカマ。カニカマって最近マジうまいと思うんですよ。確かに。しかもほらボリューミーでほらお腹も膨れるじゃん。確かに。コンビニとかさ、スーパーとかでもさ、100円ぐらいで買えるじゃん。確かに。もういいです。いや、それだ。俺もいいと思ってたよ。なんとですね、はいはいはい、今日のレシピは合計300円以内、もうなんなら250円ぐらいかもしれない、うん、の材料で作れちゃいます。確か、嘘でしょ。材料はこちら1人前です。まずはこちら、温かいご飯、まあ、200g ぐらい、なんと約45円、カニ風味かまぼこ1パック、なんと100円、溶き卵1個分、約15円、長ネギ薄切り 40g、約40円、顆粒鶏ガラスープ大さじ1、約25円、なんと、ここまでで300円以内でございます。あとは調味料でーす。まあ、塩、胡椒と、サラダ油大さじ1でーす。では作っていきましょう。ちょっと待って待って。どうしたんですか？なんか、雰囲気が。雰囲気？ここ。ここはどこかって。いつもとちょっと。ここ反射ハウスです。反射ハウス？反射ハウス。反射するために来たのか？もう、ここのものをどけたら反射するし。バカじゃん、俺。ここのもう壁を映したら反射するし。何しに来たの？今回の暇飯動画全部モザイクだったらどうする？チャーハンが映ってないから。ならないように祈っててください。頑張ります。まずは、カニカマを刻んでいきまーす。これをね、こう、カニに見立てるために、わからないぐらい細かく切って、こうして、で、フライパンの中でほぐしていけば、カニにしか見えない。おう、どうすか、このアイディア。そうっすね、ちょっと混ぜてみないとわかんないですけど、まあ、まだね、カニカマさんかな。確かに、まあ、でもほら、ちょっとなんか、カニに見えてきたんじゃない？これ、ちなみにカニカマだから、包丁じゃなくてハサミでもいいですか？手でもほぐしてもいいし、なんでもいいです。ご自由に。ご自由にどうぞ。大きさもまあ、50にどうぞ。コンビニで売ってるさ、ちょっとこう、タラバタイプのやつでもいいです。あ、でかいのもある、ね。なんでもいいっす。じゃあ、チャーハン作って上に1本置いても。なんか、それだとちょっとテーマが違くなってくる。そうですか。はい、これでいきましょう。さあ、溶き卵を作っていきます。お箸で混ぜていきまーす。すごい大きい卵ですね。何回混ぜますか？今何回？はい、22回でした。絶対違うと思うな。さあ、炒めていきまーす。まずはフライパンを中火ぐらいですね。サラダ油、気持ち多め、ここごま油でもいいですよ。まずは卵を入れます。こんなんでいいですよ。はい、じゃあご飯入れてきます。これね、ちょっとご飯を押し付けながら、ね、まあまあここまではね、ここにこう、なんか脱走しましたよ今。卵も混ぜながらこんな感じでほぐしていきます。今日はね、ちょっとこうパックご飯も使ってるので、ちょっと塊がねほぐれてきましたんで、材料入れていきましょう。中華顆粒だし、鶏ガラ、はい、乗って、ネギも入れちゃいますもん。おお、結構ガッツリ。カニを入れます。カニですよ、カニ。なぜ下の IH を使わないのかっていうね。あなたが反射ハウスって言ったじゃん。チャーなんてさ、フライパン振りたくない？いや、まあそう、わかるけどさ、うん、IH って振るとクビーとかって言われたりとか、火がね弱くなりますから。あと、まあ家庭用だとあんまり振らないですっていう人もいますよね。はい、胡椒入れてきます、うん、はい、こちら塩です。はい、カニー。脱走気をつけた。まあ、ネタロー見て、うん、カニに見えてきたんじゃない？いつまでカニカマカニだって信じてた？子供の頃は大人になってカニだと思ってた。全然カニだと思ってた。さあ、できました。盛り付けたら完成でーす。イエイ。というわけで完成。じゃあ食べましょう。本物のカニを使ったカニチャーハンです。いただきます。うん、うまい。ちょっと噛んでってさ、うん、このカニカマがカニに思えない。カニカマのカニ風味ってすごいね。っていうか、うん、ん？カニカマなのかこれは。カニじゃね？カニ？あれ、カニだったの？カニですよこれやっぱり。
カニでした。カニだ。うん。俺、あ、間違ってカニ使っちゃったかもしんない。海から取ってきたでしょ、これカニ。いや、コンビニで100円で売ってた。このカニ？このカニ。今カニってコンビニで買えるんだ。カニ買えるよ。すげえ。進む。もう、これカニですね。カニカマってさ、そのまま食べてるとこすごいカニカマの印象あるけど、これやっぱ、うん、細かく切ってこう、チャーハンと混ぜることによって、すごいカニチャーハン感が増しますね。いや、俺、食べたことあるもん。なんか、中華ファミレスとかでこのチャーハン。ってことはカニチャーハンだ、これ。カニチャーハンができました。イエイ。さあ、というわけで皆さん、いかがだったでしょうか？よかった。ね、初めての一人暮らし、大変だったり、いろいろとあると思いますけども、はい。今食堂は、みんなのことを応援しております。寂しくなったり、辛い時は、うちの配信に来てくれ。そうですね。お願いします。ちなみにですね、これ、大体月1でお届けしてるひまめし動画なんですけども、大体、はい、です。概要欄のフォームからですね、リクエストも募集しておりますので、応募待っております。ハッシュタグ、ひま食堂。ひま食堂ってつけていただいてね。うん。そしたら、我々が。見にしますので、はい、見てますよ。皆さんぜひ作ってみてください。ぜひぜひお願いします。カニ、カニでした。確かにカニでした。作ってみたいな、美味しそうと思ったらチャンネル登録してね。ひまめしタグで作った料理をツイートしてくれたら見に行きます。イエーイ。